ワンモーション。はい。最後の勝負ですね。イエーイ。はい。なんかゲームっていう話があったんで、ワンオンゲーム。ワンオン。ワンオン。でも140ありますよ。ワンオン。何くれるんですか、編集長。リンゴールのマーカーをプレゼントします。欲しかったんですよ。あとタオルと。タオルと。これから暑い時期だからちょうどいいですね。わかりました。リンゴちゃんの乗ったら、はい、はい、乗せましょう。乗ったら出します。一気にやる気出た。オッケー、頑張りましょう。ハイテンションでやってみましょう。よし、マリリン140ね。これしっかり100。ちなみに何番？これ今ウッドの5番持ってます。あ、いいと思います。はい、ちょっと大きめじゃないと振りも柔らかい。本当に転がってくれないと乗らないかもしれないです。ドーンって行くつもりでいいかな。もう一個上ってちなみに何番？ないんです。あ、これが一番。次ドライバーになっちゃいます。あ、届く届く、全然届く。買ってくれればいい感じ。おお、あー左だな。いや、でも転がって。あ、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 いや、乗ってないですけど。誰も言わなかったけど。誰も言わなかったけど。乗ってないです。乗ってる。乗ってないです。乗ってますよね。乗ってない。俺ね、目悪いから乗ってるようしか見えない。これ大きめで打っていいんですもんね。ちょっとなんかマジの見て緊張してきた。これよくやっちゃうんだよな。ここ取るんだ。よし、仕切り直して。仕切り直して。いつも通り打てば乗るはず。力まずね。そう。あ、いい方。ちょっと右かな。さても。これはナイス。あ、なんかあのタオル。イエーイ。乗った。ゲットだぜ。これは正真正銘。ゲットだぜ。なんかそこデコボコしちゃってるんで、パターだと多分ダメですよね。うまい。ちょっと短い。もうちょっと先に落ちるといいんだけどな。欲が出る。よし。もうガチャンでいきます。ガチャンと。しっかり握って、しっかり打つ。強い。惜しいな。狙いすぎかな。いや、大丈夫。おお、はい。マリリン何、今まで89になってる。89で、私92 93になってる。あ、でもさ、ここがもしまあちょっとパー難しいか、ボギー狙うとしてもでもさ、なんとか90台90台出せる。マリリンは90前半出せるよ。やばいやばい。これなんとかいけるんじゃない。 100切りすでに。でもなんかコースが大変なことにもなってるよ。やばい、いけるかな。なんかあのグラスバンカーとかポンポン入れそう。やばい。いや、でもこれはもうベスト目指…ベストベストじゃないか。ベストいくつだっけ。ベストだったらバーディーじゃないといけないから。そっか、そう。まあでもね、ベストタイぐらい目指してこのままやりたい、ね、私はね、ボギーで、ボギーを目安にするわ。もうでも今日内容がいいから。そうだね、うん、満足、満足度は高いですね。今日学んだことは、今日学んだこと、意外とちゃんと打ててるから方向を見てもいいのかなって思った。すばらしい、自信がついた。ちょっと思った。自信がついた。なんか右に行くって思わないようにしようと思った。そうだね。そうどうですか。確かにそうだね。なんか今まで右行くから左向いてたけど、うんうん、そもそも左向いてるからなんか拘束術やって行っちゃうから、うん、ちゃんと、なってきた。そう、ちゃんとアドレス立ったらもう自信持っていつものスイングをする。それだけ。あとね、パターだね、うん、今日の問題は、ね、難しい、ここのパター、うん、確かに。だから家で練習するか、パター練。はい、うん、課題が見えました。最終ホール、はい、頑張ります。頑張ります。イエイイエイ。バンカー目指して打ちましょう。
秋プロ久々にお腹が戻ってきたよ。引き下ろし気持ちよく、うん、そうだね。もう雨すらも気持ちいいわ。そうだね。続いてこう。イエス。最後のドライバー。うん、内緒。ちょっと右？でも？オッケーオッケー。まあまあまあ。よしよし、ナイスナイス、オッケーオッケー、ナイスタイム。2打目は5番ウッドで続けます。バンカーの手前に下ろしたい。やばい、殴ってる。うん、いいと思います。いいとこ、いい、イエーイ、めちゃくちゃいいとこ。2打目成功、やばい、楽しい。本当にバンカーに入るかと思うぐらいだったよ。ナイス。あ、やばい、右に行ってしまって。こらえてこらえて、クロスバンカー。あ、お、出ない。いや、出たっすね、出た出た出た、うん、出た、大丈夫大丈夫。手前、これでフルでピン狙って、狙ってますね。行きますね。あ、一人、うん、意外とちょっと距離60ヤードでアプローチで打ちます。上に上がっちゃったな。あ、足りなかった。58で行きましょう。いや、乗せたかった。4打目。58で。うまい。あ、なんとかなった。近くはないけど。ちょびっとだけスライスする感じですよね。はい、いや、いい、うまい、惜しい、ナイスボギー。はい、オッケー、ここら辺です。はい、ゆっくりフォローをちゃんと作って、でも約束通りボギー。お疲れ様です。ありがとうございました。お疲れ様です。あきちゃん、まりちゃん、今日はどうもお疲れ様でした。お疲れ様でし た。感想をぜひお願いします。いや、もう一言、まず楽しかったですね。なんか二人で回ることっていうのもなかなかなかったんで、どうかなと思ってたんですけど、なんかまあ皆さんの声もあるので、うん、それも多分あってなんですけど、持ち上げてもらって、ね、すごい楽しめました。なんか時々こう的確なアドバイスとかもいただいたりとかしてたんで、なんかもうすでに上達したような気が、うん、してます。まあ2人っていうのは気持ちもゆったりだったし、うん、まあなんかいつものゴルフの自己分析をなんかお互いにし合えたし、うん、いろんな助言ももらえたから、いや、すごい勉強になったし、やっぱりめっちゃ楽しかったですね。良かったです、うん、こう撮影って聞くと緊張はしてきたんですけど、なんかいつもゴルフやってる友達とやるし、
なんだろう、カメラが意外とちっちゃかったから撮られてる感覚はなくて、普段こうお互いにフォームを取り合ったりしてるのとそんなに大差がなかったから、確かになんかスタートをこうじゃあこれからっていう時は少し緊張、最初の1打目とか緊張しましたけど、それ以降はなんか本当に緊張感全くなく、むしろなんか自分のスイングがそこで見れるから、なんかすごい私たちにはね、良かったよね、全然その緊張感みたいなのは、なんか忘れちゃってましたね。良かったです、はい、普通に友達ラウンドって感じでした、今日のですね、キャメルゴルフリゾートなんですけど、横のあのテントもそうですけど宿泊施設もあるそうで、今日はちょっと雨でですね、バーベキューちょっと中止になっちゃいましたけど、はい、なんかゴルフこんなに広いなら泊まりできたい普通に泊まって朝ゆっくり起きて練習してラウンドして、でまた練習してで夜はここでバーベキューしてグラフィックしてできるんで、コースもやっぱりすごい面白い、かなりこう、アップダウンもありますけど、全体的に、ね、会うといいんですごい良かったよね会うと気持ちよくやってあ、いけるって思って、よし午後って思ったらインが、ね、めっちゃ難しかったよ。難しかったですね。また来て、ちょっとあれをちょっと把握した上で、こう攻略しつつやりたいなって思いますね。分かった上でやったらまた楽しそう。またちょっと違うのかもしれない。リベンジします。はい。今日はあの最終のショートホールで、ワンオンショーが出てたんですが、あれは、お二人にあの編集長からマーカーとタオルとプレゼントが、あれ私乗ったでいいんですか、はい、よかった、ほぼ乗ったというほぼ乗った、はい、後ほど渡します、はい、ありがとうございます、はい、欲しかった、使わせていただきます、はい、リンゴちゃん、はい、雨の中18ホール終わりました、終わりました、お疲れ様でした、お疲れ様でした、変なショットとかもありましたけれども、皆様お手柔らかにどうぞコメントお願いします、また出れたらいいね、また出たいなと思っておりますのでお願いします、はい、皆さん、あのチャンネル登録と高評価ボタンお願いします、よろしくお願いします。